どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は初めてのカンストや評価上げを狙うなら荒巻砦がおすすめとなります。サマランをやっているとカンストや評価上げなどは武器だけではなくマップも厳選してプレイしたいですよね。特に伝説成り立てやカンストを初めて目指す上ではマップの厳選はかなり大事なことです。そこで今回は実際にカンストを目指す上で複数のマップを試して感じたおすすめのマップについてまとめていきたいと思います。もちろん武器によって難易度は変わりますが、マップの厳選だけでも押さえておくといいのではと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずおすすめのマップですが、個人的には荒巻砦を推したいところです。理由としては3つあります。1、高台で大体の状況が把握できる。2、中央の高台で後衛武器が動きやすいということ。3、スロープが多く鮭のルートを絞りやすいという点です。中央の高台が肝のように感じましたね。中央の高台で構えていれば大体大物の状況を確認できますし、スロープがあるので、カゴ周りの処理が楽という点があります。また、高台からのボム蘇生も簡単なので、何かと動きやすい印象のあるマップですね。ですが、もちろんデメリットもあります。1、カゴ周りを取られると状況を打破するのが難しい。2、沿岸でデスすると蘇生に気づかれにくい。3、沿岸待機の大物処理がしんどいという点があります。カゴ周りはスロープなため処理がしっかりできれば問題はありませんが、処理ができないとかなり危険になります。また、沿岸に湧く大物の処理が中央の高台にいる人以外は気づきにくいというのもありますので、ワンテンポ処理が遅れがちになります。これにより、鉄球やタワーなどにやられることが増える気がしています。メリットとデメリットを話しましたが、中央の使い方がうまくできていないっていうところがあると難しいマップだなぁと思います。ですが、そこさえ攻略できれば安定感を増しますので、しっかり押さえておきたいところですね。それでは、僕が荒巻砦をカンストするにあたって気をつけたことを挙げていきたいと思います。まず、大事にしたいのは、後衛は高台を死守するということです。これに関しては、射程を生かして味方をカバーして回るためです。まず、荒巻は、高台が一番の状況を確認しやすい場所となります。そのため、この場所を取られると、後衛の位置はなくなっていきます。もちろん、キャラコンが身についていれば、それなりにやり過ごせるかなと思いますが、高台維持率はクリアに影響すると言ってもいいと思います。また、高台からだと、意外と射程が届くこともあり、沿岸の大物の対処や、味方のカバーがしやすい位置となっています。メインが届かなくても、ボムによる牽制や蘇生ができますので、場所としては重宝するんですよね。後衛が潰れるときは、この高台が取られた可能性が高いので、後衛はもちろん前衛も維持するようにしていきましょう。特にやってはいけないこととしては、蛇を引っ張ってきてしまうことです。蛇が螺旋状に入ってしまうと、雑魚処理などができなくなりますし、倒すのも困難になります。特に後衛は倒しづらいですね。なので、後衛が狙われているときは、早めに処理をするようにしましょう。その他の味方の場合は、カゴ周りの方に誘導するようにしましょう。続いては、沿岸についてになります。カンストや評判を上げるためには、沿岸の対策は非常に大事です。まず、沿岸に関してですが、このマップでは確認がしづらく、必ずデスをしてはいけないというところがあります。理由としては、ヘルプを押しても気づかれない可能性が高いというところがあります。なので、その場で待たず、自分で戻るようにしておきましょう。ですが、ノルマを達成するためには、この沿岸付近にいる大物対処は必須とも言えます。特に気をつけたいのは3種類です。まず、1つ目はタワーですね。タワーに関しては、壁など関係なく攻撃をしてくるため、攻撃を受けやすい相手となります。しかも、雑魚鮭の処理が遅れていると、タワーにたどり着くことが難しくなるので、見つけたら倒しに行くようにしましょう。遠慮せずにスペシャルを切ることも大事です。メガホンやジェットパックなどを持っている場合は、使っていきましょう。2つ目は鉄球です。
この鉄球はなかなかでしたね。僕的にはカンスト前だったら、まあ、鉄球2体くらいなら気にはしないっていう程度だったんですが、まあ、味方の生存とか納品を考えると対処はしておきたい大物だなとよく思います。まず鉄球の砲弾1ですが、基本的にカゴ周りに落ちるようになってます。そのため雑魚処理が遅れると事故る確率が格段に上がります。それだけ降ってくる場所が鬱陶しいです。しかも沿岸にいる上に体力が高いため、場合によっては処理に時間がかかります。この影響を考えると倒したい大物になってくるんですよね。僕自身もカンストをするときは倒す優先度を変えたぐらいの相手です。やっぱ変えて楽になりましたね。なので早めに処理してカゴ周辺を整え、しっかり納品できるような環境を作っていきましょう。3つ目は肩パッドです。これに関しては単純に納品の邪魔と事故率増加につながるため、処理は優先したいところです。沿岸に肩パッドがいた場合、ボムを入れるのはかなり苦労します。そのため処理を優先した方が何かと楽っていうところですね。よく片方だけ残すという戦法がありますが、正直フルパや熟練の人でない限りはしないでいいと思います。片翼でも事故るときは事故りますからね。納品の邪魔には変わりありませんので、安定するならしっかりさばいていきましょう。個人的には沿岸に湧くこの3種に対してはしっかり対処することが大事かと思います。タワーと片パはボムやスペシャルで対応をしていきましょう。ちなみにですが、倒した後に雑魚が多い場合は逃げるようにしましょう。沿岸ではとにかくデスを抑えることが大事です。無理な回収は避けて生存と雑魚処理を優先していきましょう。最後にですが、このマップの特徴としてイベント戦が他のマップより楽というのがあります。もちろん評価レートが上がってくればそれなりに知識は必要となりますが、大体が中央の高台で完結できるためです。意思疎通の取りづらい野良の場合、シンプルな対策が一番です。カゴ周りの対策と高台対策に分かれがちですが、レートが低いうちは高台対策でどうにかなりますので、安定しやすいなと思います。個人的には評価500とかくらいまでなら別にこの方法でいけましたね。イベント来ても高台でどうにかできていたので、他と比べると安心感はあるなっていうところでした。イベント戦の理解をするにもうってつけのマップかなと思いますので、ぜひ練習としても試してみましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。初めてのカンストや評価上げを狙うなら荒巻砦がおすすめはいかがでしたでしょうか。荒巻以外もカンストを狙ったことはありますが、やはりプレイのしやすさや意思疎通という点では荒巻がいいなっていうところです。難易度が低いというよりかは、理解のしやすさと状況を把握するためのポジションが分かりやすいっていうのが一番の理由ですね。もしサモラン慣れてないよという方は荒巻で練習をおすすめしたいなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。